たりっていうようなところで、その次ぐらいに来たのが、まあ、会員サイトでこう動画を使っていただくんです。例えば、まあ、これはそうですね、医薬品なんかで、ね、MR さん向けにちょっと新薬の動画、新薬に関する動画をちょっと配信していたりとか、それか会員制で、有料の会員様向けに何か動画のコンテンツを設けていただけるような ID、パスワードで入ったサイトで動画を出すというような形で使っていただいて、最近非常に多くなってきたのが、この社内での動画使用というところになります。こちらに関しては、社員教育に動画を結構使っていただいていることであったりとか、まあ、社員教育の中でも、例えばメーカーさんが、もしくはサービサーさんが自社のサービス、製品でやった、そういったものに対するものを動画で作っていただいて、新製品だよっていうような形で営業さんにこう動画で配信する。営業さんはそれを見て、まあ、売り方であったりとか製品の特徴というものを使う。ちょっと面白いところですと、インターンであったり採用分野での動画の利用というのが非常に増えています。インターンの他にも、例えばですね、内定者に対するフォローみたいな形で自社製品であったりですとか、サービスの先輩のインタビューだったりとかっていうのを流したりとか、そういったところでも使っていただきます。こういった形で動画に関しては結構もうジャンルを問わずいろんなもので、いろんな企業様で使っていただいているっていうのが現状ではあるんですけども、動画を使っていただくにあたってちょっとこういうトレンドがあるっていうのを2つほど簡単にご紹介させていただきます。まずですね、モバイルデバイスから動画を見るっていうところが非常に多くなっています。こちらちょっと2016年、去年のものがまだ集計取れてないんですけど、2015年の12月のタイミングで動画を見てる人たちっていうのが、 PC から見る人っていうのと、いわゆるモバイルデバイスと言われるタブレットであったりスマートフォンであったりっていうところが見る人との比率がちょうど逆転しました。皆さんもおそらく電車の中で結構タブレットとかスマートフォンで動画を見てるなっていう方たちが結構目につくなって思ってるかと思うんですけども、こういったところの比率が逆転しているので、やはり今後は動画を使うってなりましたら、そういったモバイルデバイスからお客さんには見てもらうってことはかなり意識しないといけないと思います。でさらにですね、動画が結構高画質化してます。これは映像圧縮技術っていうのもやっぱりすごく上がってます。今度 4K とか出てくるのも圧縮技術が上がれば配信できるかもしれないです。で例えば、さっきのモバイルデバイスの普及っていうところとかなり比例する状況ではあるんですけども、インターネット環境、特に無線環境っていうのがすごくきれいになっていまして、まあそういったところでですね、無線であっても配信できる動画っていうのがどんどんきれいになってきて、こういったところはやっぱり今後動画を使っていくうちで考慮しないといけない。こういったトレンドを受けて、ちょっと弊社の方で新しく昨年ですね、作らせていただいたのがこのパッケージプランのビデオマーケティングスイートと言われるものになります。こちらはベースの動画配信機能に加えてですね、まず動画の容量っていうのは基本的に年間契約で決まっていたものを大幅に増加しています。やっぱ1本ずつの動画がすごい綺麗になっています。プラス法人様使っていただくので、今まで重量課金っていうパターンが多かったんですけど、基本的に年間契約で決まった予算内で使っていただけるというようなプランにさせていただいています。でパッケージプランですね、特にですね、注目すべき機能というか、ぜひ使っていただきたいなっていう機能も結構インクルードされておりまして、実はこの3つご紹介している機能に関しましては、この簡単なこのサマリーのもの以外にもそれぞれのコマで詳しくご紹介させていただいている内容なので、簡単にご紹介させていただきます。ギャラリーといわれる動画ポータルサイトの作成機能で、オーディエンスといわれるマーケティングオートメーションといわれるツールと連携する機能で、こちらが一番新しいソーシャルといわれる SNS、 Facebook であったりとか YouTube ですね、こういったものと連携する機能っていうものも入っています。それぞれ簡単にご紹介させていただきますと、まずギャラリーっていうもの、企業様でも最近なんとかチャンネルだったりとかなんとか TV って感じで動画を本当に集めたサイトっていうのを作ってることが多いと思います。やっぱ動画集まってると、あ、これも見たいなっていう形でお客さんど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 ん見ていってくださるんです。ただこれから動画使うっていうタイミングでどうやってちょっと作ったらいいのか分かんないなっていうようなところ、どういうふうにものを参考にしたらいいか分かんないなっていうところあると思うんですけども、そういったものを実は弊社の方でテンプレートをご用意していて、動画をポコポコ当て込んでいっていただくだけでこう簡単にこうサイトができる。例えば実はそこの方のデモの方で出させていただいているブリンストンさんとかもそういう感じで作っていただいたりとかっていうのがあります。こういった機能があります。次にオーディエンス機能、こちらマーケティングテクノロジーフェアなんで、ひょっとしたらオラクルさんとかマルケットさんとかこの会場内のマーケティングオートメーションツールのところをほぼご覧になった方いらっしゃるかもしれないんですけども、こういったマーケティングオートメーションツールですね、
個人情報を管理して、でその管理している情報でこの人たちがサイトの中でどんなことをしたのかっていうようなところを認識できるようなツール、このツールと我々の動画の視聴情報ですね、何パーセント見たのかとか、どんなビデオを見たのかとか、どれぐらいの時間見たのかとか、こういったものをビデオマーケティング、マーケティングオートメーションツールの方にパスして共有して、それぞれの個人情報と紐付けることで、例えばこの人は A というビデオは 87% 見てます、 B というビデオは 94% 見てます、 C というビデオは 100% 見てます、何かを 100% 見たら、じゃあこのビデオ C という商品群の担当営業にすぐに連絡しなさいって言ってパスしよう、例えば 87% 以上、7% の方でしたら 90% 以下の場合はマーケティング担当にパスをしてメールでフォローさせるとか、そういったタスクとかを作れたりっていうような形でビデオを使っていただける、ビデオっていうのは結構時間軸があって、25% 未満しか見てない人と 100% 見た人っていうのはやっぱ興味の度合いが全然違うよねっていうような形で、結構マーケティングのリードのですね、選別に非常に役立つっていう形でこういうふうに使っていただいているっていうものもあります。最後にこちらソーシャルって言われるものが、主要な SNS、 これは連携しているサービス、今このままそこに書かせていただいているんですけども、 YouTube であったり Facebook であったり Twitter であったり、こういったところに我々の方に置いてある動画、自社サイトで使う用の動画から簡単にパスすることができる、本当にこれチェックボックスにチコチコチコチとチェックするだけで、自社に使っている動画をそれぞれのサービスにポッと共有することができます。で、単に共有するだけではなくてですね、我々の方のこの分析のサイトの方から、それぞれのサイトでどういう形でどれだけ再生されていて、例えば Facebook だったらどれだけいいねもらってるの、Twitter だったらどれだけリツイートされてるのっていったところが全部こちらの分析のところで確認できる、特に B2C のお客さんだったらこういった YouTube だったり Facebook であったりっていう潜在顧客と言われるポテンシャルカスタマーがいらっしゃるところがすごく多いと思います。なので自社サイトだけじゃなくてこういったところでもぜひ動画を使っていただきたいんですけども、じゃあ全部使うってないと、それぞれ自社サイトにアップして、ここにアップして、ここにアップしてっていうのを1個ずつやっていただいて、1個ずつ集計するのってすごくお手間だと思うので、全部我々の方からも共有してどれだけ再生されているのかも見ることができますって言われるのがこちらのソーシャル、これがもう本当に11月にできたばかりの、非常にご好評いただいている機能です。簡単にはなりますけども、ちょっとこの3つの機能、特に注目すべき機能としてミニセミナーにもそれぞれの演目で出させていただいてますし、当然ちょっとそちらの奥の、デモ機の方でもご覧になっていただくこともできますので、もしご興味をお持ちいただけるようでしたら、ぜひそれぞれの営業にお声掛けいただいて、実際の機能であったりとかインターフェースであったりというのをご覧になっていただければと思います。